さあそしてキム・ハヌル、バーディーパット、こちらもトップタイ、なんといってもキム・ハヌル、成田、森田遥、吉田瑠海、イー・チヒ、そして、アの小祝とセブンアンダーに6人います。 いろんなタイプの選手が今、トップタイにいるわけですけれども、<ー>まあ、キム・ハヌルさんとしては、やはり、まあ、あ自分を中心にプレーは持っていきやすいですよね、彼女の経験値から言っても。女子プロゴルファー、キム・ハヌル。 1988年12月17日生まれ韓国キョンギド出身12歳からゴルフを始め20112012年は韓国ツアーで2年連続賞金女王となる15年から日本ツアーに参戦日本参戦当初は韓国との違いに戸惑いを見せたが同年9月に行われたマンシングウェアレディース東海クラシックで日本初優勝 さらに16年にはメジャー初制覇17年にメジャー1勝を含む年間3勝を挙げ推しも押されぬトッププロとなった端正な顔立ちに加え 170cm のすらりとしたルックスで人気も随一イ・ボミとは同い年で大学の同窓生でボミがスマイルキャンディーと呼ばれているのに対しハヌルはスマイルクイーンの愛称で親しまれている本人いわく スマイルクイーンという愛称は韓国ツアーにデビューしてすぐの頃から呼ばれ始めました。誰が最初に呼んだか定かではありませんが私がよく笑顔でいることからつけてくれたのだと思っています。とても気に入っていますよ。なんたってクイーンですからね。かっこ笑い。意外かもしれませんが私は昔から自分が笑うのはもちろん。 周りのの人を笑わせるのが好きなんです日本の皆さんにはまだイメージないかもしれませんが私をよく知る人からはお茶目だとよく言われているんですよ自分のインスタグラムには面白がってもらえたらと変顔や面白写真も載せたりしています是非見てみてくださいねハヌルは日本語で空という意味名付け親は父キム・ジョンヒョンさんで空ハヌルはとても美しい だから彼女がおなかの中にいた時からハヌルって名前にしようと決めていたという自身も気に入っておりキャディバッグには最も好きな色である水色でスカイの刺繍を入れているゴルフを始めたきっかけは本人曰く小学5年生の時に学校にゴルフ部ができたちょうどパクセリさんたちが活躍した時だったのでどこの学校でもゴルフ部ができるなど影響は大きかった 私もセリキッツですねゴルフ部はできて1ヶ月で解散になってしまったんですやる子供が少なかったんですねでもユソヨン4月のメジャー ANA インスピレーション優勝も教えたコーチが一度私たちのゴルフ部を指導しに来たことがあったんですけどその方が「ハヌルは才能があるからゴルフを続けさせてください」と父を説得したんです「再会するまでには1年ぐらいかかりましたね」 でもお父さんに、ゴルフ、続けると聞かれたときは、やるなら、頑張れる自信があると答えました。この時に将来は、ゴルフ選手になると決めました。ジュニア時代は、代表上位軍、ナショナルチーム候補生、入りは、果たせなかったが、2005年、アマチュアとして出場した、韓国女子オープンで、13位タイとなり、注目を集める。高校3年生だった、2006年、韓国女子プロゴルフ協会。 KLPGA 入会。翌2007年に新人王を獲得した。2008年、フェニックスパーククラシックで KLPGA ツアー初優勝。同年は同大会を含めて3勝。2009年、ユン・チェオン等と共に初代 KLPGA 広報モデルに選出。2014年まで6年連続で選出された。2011年メジャー大会。 ハイとマコトロチャンピオンシップを含む3勝。2012年1勝を挙げ、2年連続 KLPGA ツアー賞金女王となる。2013年1勝。韓国ツアー参戦中に日本女子プロゴルフ協会、JLPGA の試合をテレビ観戦し、私は日本ツアーで試合をすればもっとレベルアップできると考えて、JLPGA ツアー挑戦を決意。 2014年に JLPGA ファイナルコリーファイングトーナメントに進出して14位に入り同ツアー参加資格を得る日本ツアーに挑戦することを決めた理由は韓国では連続賞金女王になったりいろいろなことで頑張ることができましたそこで新しい目標が欲しかったので日本でチャレンジした方がいいと思ったんです日本のギャラリーはマナーがいいので本当にプレイがしやすいです 1>, 1番から18番まで静かに見守ってくれるギャラリーが多くてそれが力になります気持ちが落ち込んだ時でも大きな声で「ナイスパーハヌルちゃん頑張って」と言ってもらえるのが嬉しいです試合中のウエアのこだわりはミニスカート理由はプロになった際に父からプロは見られることも仕事ミニスカが似合うしファンから喜んでもらえるような服を着なさいと勧められたことがきっかけ クールな印象だがインスタグラムに変顔を載せるなどお茶目でイタズラ好きの一面を持つまたお化けが大の苦手で話しているだけでも嫌になるらしい日本に来た当初はツインベッドで自分が寝ていない方のベッドに誰もいないことが怖かったらしく女性マネージャーに一緒に寝てもらっていたのだとか現在は克服 昔から野球が大好き野球韓国リーグはテレビ観戦だけでなく時間がある時は球場へ足を運ぶことも過去には始球式を務めたこともある最近は楽しみながらトレーニングできないかという理由で2016年からダンスを始めた韓国帰省時のみレッスンを受けているがセンスの良さは相当なもの一番好きな食べ物は韓国風から揚げアンニョムチキン 新大久保で食べた際には懐かしさも相まって感動のあまり涙を流したという。苦手なものはお酒。うん、韓国の酒造会社、来てしまう所属だが、コップ一杯で顔が真っ赤になり、お腹も頭も痛くなってしまうとか。だが、人に勧めるため、新商品が出た時は必ず一口味見をする。6歳年の離れた実帝、キムテウォンさんが大好き。昔から可愛くて仕方なく、 今でもプレゼントを頻繁に交換し合っている。ちなみにルックスがよく女性の通訳さん曰く思わず声を上げるほどのイケメン。仲がいい選手のペ・ヒギョンはハヌルにとって妹のような存在でヒギョンが話題のお店を調べるのが得意なことから食べ物の話で盛り上がることが多いのだとか。日本語はシーズン当初はほとんど話せなかったが今は日本にいる分。 英語よりも日本語の方が得意ですねと日本語もかなり上達言葉以外にも美味しくて食べすぎて太っちゃいましただから今は見るだけですかっこ笑いとコンビニのスイーツにハマるなど今ではすっかり日本に馴染んでいる恋愛話にも触れたハヌルはこんな大胆発言をしている今まで合コンも何度かしたのですが男性と女性という良い出会いというよりも ファンと選手の出会いの感覚があり、うまくいきませんでした。でも、来年までには、必ず結婚したい。ソヒキョン、で、ツアー一生、13年に結婚し、15年に遺体さんのように、結婚したら、ゴルフを辞めて家庭に尽くす考えですと、きっぱりと語り、笑顔を見せていたという。昨年12月で30歳になったキムハネル。ゴルフも重要だが、そこは、微妙なお年頃、 恋愛や結婚も考える時期に差し掛かっているのは言うまでもない。いずれにしても、まずは今年、早い時期に優勝することがハヌルの目の前の目標であることに違いはないだろう。多くのファンが復活優勝を待ち望んでいる。日本の文化に馴染んで、楽しく、賞金女王を目指してもらいたい。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。 私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか